皆さんこんにちは、薬学生トレーニーのさくらです。はい、今回の動画はですね、初めての試みです。なんと私1週間毎日カメラを回してみましたということで、今回の動画は朝ごはんに密着という感じで、まあね、ずっと見てくれてる方なんかわかると思うんですけど、まあ絶賛私減量中ということで、まあ、減量中どんなご飯を食べてるかとかいうのは、まあ、フル食とかを出しているので、まあまあまあ大体わかってくれてるかなという感じなんですけど、まあ、もちろんこの動画を初めて見てくれる方もいるので、まあ、私はね、大会に向けて減量中ということでね、ご飯とかをすごい気をつけてるんですね。まあ、そんな中でも気をつけながらもやっぱり美味しいご飯は食べたいということで、まあ試行錯誤した末、まあ結局同じものしか食べてないみたいな状況だったんですけども、今回1週間朝ご飯を全部オートミール縛りでアレンジを加えて、よりご飯が美味しいと感じる、かつヘルシーさはキープしつつっていう生活をしてみようというので、まあ今回はね1週間動画を撮りました。まあ、なのでこの後から1週間分朝ごはんを作っている食べている様子をダイジェスト風というか、まあ全部載せた上で、最後のエンディングでですね、オートミールの良さやったりとか、オートミールがなんでいいのとか、私なりの見解でお話できたらなと思います。まあ、なのでとりあえず1週間私頑張って、これだけは言わせてください。ほんまに1週間頑張って毎日動画を朝から回しました。なのでその様子をとりあえずご覧あれ。おはようございます。1日目の朝です。1日目の朝はバナナとオートミールとナッツチョコを使ったマグケーキですね。それを作っていきたいと思います。作り方はなぎちゃぴさんの動画でね上がってますし、私もなんかフル食ではなんかこれ食べてるみたいな紹介したことがあると思うので、作り方は飛ばします。一旦なのでちゃちゃちゃっと作っていきます。完成、チンします。1日目、動画の時は完成させたいんですけども、いつも通り爆発してしまった。無理。とりあえず1日目のオートミール食はマグケーキ爆発編、はい、こちらを食べていきたいと思います。おはようございます。2日目の朝になります。今日は今まだ5時20分なんですけども、はい、今日も朝ごはんを作っていこうと思います。今日目覚めが良くてね、少しテンションが高めということで、今日作りたい朝ごはんはキャメロンディアス丼ということで、インスタグラムを見てるとなんかそれが出てきたんですよ。オートミールのアレンジレシピで、で、ん？なんだって感じでやったんですけど、なんかキャメロンディアスさんがそれを毎日食べて体型を維持してたみたいなネットに書いてあって、え、マジってなったんですけど、まあ、とりあえずね、何を使うかだけ紹介したいと思います。はい、使うものはえのきと鶏胸肉、タンパクいるので、これは私がアレンジで入れます。じゃあ卵一つと、こちらのオートミールと、こちらの玉ねぎと、最後にこの海苔を使っていきます。朝からね、こうやって一手間が I love you ってやつですよ。あ、で味付けは私はこれとポン酢でいきたいと思います。まずえのきをこんなちっちゃく切ります。次に玉ねぎをみじん切りします。泣きながらみじん切りができたので、玉ねぎ、あ、これはちょっと緑入れようと思って小松菜の葉っぱだけ入れて、油も何も引かずに入れて、とりあえずこれを炒めます。しんな、え、何ほんでもって、そこに鶏胸を、私は PFC を測ってるので、鶏胸を 100g と、卵とオートミールを 20g 入れます。なんか本家はこの炒める時点でバターで炒めるらしいんですけど、そんなことできるわけありません。まあ全然そういうの気にしてないよって方とかは、この時点でバターを入れるとすごい旨味が増すというか、なんというか知らないんですけども、まあなんかバターを入れるのがいいらしいですよ。で、オートミールはご飯系の時、私は粉末じゃなくてまんまのものを使います。オートミールを投入したので、これが浸るくらいに水を入れます。ここからが勝負らしくて、この浸るくらいに水を入れたら、なんかとりあえずかき混ぜないと。オートミールが嫌な人って多分この段階ですごい嫌なんやろうけど、私は全然いけるタイプなんですけど、これをひたすら混ぜます。あ、いい感じ。あ、超いい感じです。見てください、ほら、私が好きな見た目、玉ねぎのコントローカー、あとここに卵を投入するだけです。
じゃん。うわっ、マジで美味しそうじゃないですか。これ美味しそうと思わない方が多分オートミール嫌いの方なんですけどね。これをさ、気になるのがさ、これをさ、キャメロンディアス風ってこと、キャメロンディアスさん、これを食べて痩せて痩せてとか体型キープって言ったじゃないですか。え、キャメロンディアスさんってえのき食べんのって話。えのきって日本の食べ物やと思ってたんですけど、えのきって英語でなんていうの、えのき。えのき。これにポン酢をかけちゃいます。どこにピントあって、口にピントあって。ほんでこちらの海苔の怖ささんの今回明太子海苔をのせたいと思います。こう小さくちぎって、音すごくない？これちなみにこの一袋見て、こんなに入ってるんですよ。こんなに入ってて、一袋あたり104キロカロリー、脂質 1.4 しかないから、この全部で脂質 1.4 やから、まあ気にせず食べれるし、ちょっと席座りましょうか。キャメロンディアス丼、明太子風味バージョンでございます。なんという。美味しい。全然辛くないから子供でも食べれる。海苔はマジで食べだしたらほんまに止まらん。この症状は多分全員が分かってくれると思うんですけど、いただきます。じゃじゃん。待って、天才なんですけど、え、ガチで美味しい。ほんまに美味しい。絶対にやってください。これはほんまに演技ではなく感動してる。キャメロンディアス天才。めっちゃくちゃ美味しい。マジで美味しい。これは朝からそんなに時間かけてられませんっていう方は絶対、もう朝じゃなくていい、もうほんまに昼でいい。一回キャメロンディアス丼を作ってみてください。めちゃくちゃ美味しい。はい、こんな感じで2日目の朝ごはんはこれを食べきりたいと思います。おはようございます。3日目の朝でございます。3日目の朝のオートミールのご飯はですね、キャメロンが忘れられなくて今日も作ってしまいました。おはようございます。4日目の朝です。今日はオートミールでお茶漬けを作ってみようと思います。あと無性にお味噌汁が飲みたいのでお味噌汁を作りたいと思います。完成しました。まずオートミールお茶漬けはもう本当にこちら、お茶漬けと鶏むねとそれにちょっとキムチを入れました。でお味噌汁がただのえのきを入れた味噌汁なんですけど、ここに今日はじゃじゃん、この青さちゃんを入れたいと思います。青さめっちゃ好き、ガチで好きで、あのバイト先で青さのお味噌汁があったんですけど、それが結構好きなわけですよ。この青さを今回はお味噌汁に入れます。青さとお味噌汁はねマッチングがよろしいですから。しかもこの青さは黒のり、昨日食べてたこれとかとは違ってですね、磯の香りがすごいすごい。こういうのはもう何も食べてもいいですから、もう見て見えへんやつ。青さの海です。やった、見てください、めっちゃいい匂いする。うまそう。成分の中の 40% が食物繊維で、その他にもビタミンとかカルシウムがこの中に含まれてる。私はそういうのをビタミンとかをサプリではたまにしか飲まないんですけど、食事から一番取れたらいいかなと思ってるんで、こういう一番食べやすいじゃないですか、これ海苔とかって。青さですね、海苔ではありません、海苔ですね。赤めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。しかもこれはね、なんと今回はですね、取れたての新物、愛知県産です。ひとえぐさ、ご飯屋さんとかで青さのお味噌汁を置いてるとこはセンスいいなって私は思ってるんですよ。では今日のオートミールお茶漬けを食べたいと思います。うまい、優しい味がしますね。昨日一昨日はそうオートミールの種類、キャメロンディアスでちょっとハマって2日連続使ったけど、オートミールはマジチンするだけでもいいし、まあ、火通してもいいけど、レパートリーが多すぎるっていう点が私は重宝している部分なんですけど、まあ、明日はもう食べたいの決まってるんですよ。明日は絶対食べるって決めてるので、まあ、明日もね取っていくので、ということで4日目もしっかり食べていきたいと思います。ではまた次の日。はい、おはようございます。
5日目の朝になります。今日は出張で東京に来ているので、東京の借りているお家からお届けするんですけど、でもしっかりオートミールをお家から持参したんですね。で、昨日の夜にしっかりオーバーナイトさせたので、5日目はオーバーナイトおうちで久々ので、これオートミールにいつもヨーグルトと豆乳入れてやるんですけど、今カロリー制限をしててヨーグルトをちょっと抜いたので、オートミールに豆乳を入れてオーバーナイトさせて、朝にさっきマイプロのナチチョコを混ぜてキウイを半分乗せました。オーバーナイトおうちです。あー美味しそう。ということで5日目はこれを食べていきたいと思います。ちょっと暗いね。間違った。いただきます。あ、美味しそう。うまっ。ね、美味しい。あ、なんかやっぱり暖かい時はオーバーナイトオーツの方がいいと思うんですよ。あの、冷たいので。冬はちょっとオーバーナイト寒かったんですけど、最近はもう暖かくなり始めてるということで、オーバーナイトオーツの季節ですね。ということで5日目もこれをしっかり食べて、今日も頑張っていきたいと思います。皆さんおはようございます。今日は6日目大阪に舞い戻ってまいりました。今日は6日目なので、またオートミールのね、違うレシピで朝ごはんを作っていきたいと思います。今日は納豆キムチ鶏胸オートミール丼、貝割れを添えて海苔で味付けのご飯にしたいと思います。今乗せる具材を全部言っただけなんですけども、もう今言った通りのものがオートミールの上に備え付けられます。ということで、オートミール 20g を米化さして、そこに納豆とキムチと貝割れとこの海苔と鶏胸タンパクを乗せてご飯を作ります。今日は味付け海苔を使います。正直海苔の中で一番好きなのは味付け海苔です。家族全員なので、こういう筒タイプっていうんですか、こういう筒タイプですね、筒に入ってるタイプの味付け海苔っていうものはですね、しんちゃんすぐになくなるんですけども、美味しすぎる。やっぱりじゃじゃーん、納豆キムチ海苔オートミール丼。あ、青さたっぷりすぎるお味噌汁です。ちなみにこの海苔はね、一番有名なさ、九州の有明産海苔って使われてるじゃないですか、あのコンビニとかでも売られてるおにぎり。あっこの海苔の中でもより高品質なもので作られているそうなので、それは美味しいよねって話。天才と言いましてもですね、全ての素材の味を生かしたご飯になっておりますので、海苔の旨味と鶏の深み、そしてキムチの辛みと納豆の粘り気最高。これで減量できますからね。気づけば一瓶全部使ってました、家族全然食べてませんってなりそう。すごいですよね。でも普通に考えて、海苔食べようって思った人誰っていう感じ。海にこうなってる海藻じゃないですか、いわば。それを最初に食べようとした人は誰かな。ということで6日目、今日もしっかり食べていきたいと思います。皆さんおはようございます。今日が7日目になりました。何食べようかなってなって、動画用ではなくシンプルに何が食べたいかってなったら、マグケーキだと思って、で1日目にマグケーキを食べたと思うんですけど、とは別の味で作りたいと思います。ちょっと作るので出来上がりを見て何味か当ててください。今日はなんとこちら、何味でしょうか。今日はこちらのミューアップの、私が前のプロテイン比較で激推しした抹茶はこれしか勝たんということで、ミューアップの抹茶風味で作りました。うん、あ、抹茶って感じ。オートミールの可能性はマジで無限大。毎朝オートミール食べてるし、今回のこれもオートミールで縛りやけど、マジでオートミールだけで一生生きていける気がするてな感じで、今日もこれを食べ進めていきたいと思います。はい、ということで1週間の食事はこれらで以上になります。どうだったでしょうか。ちょっと本当に先に言わせてほしいんですけど、1週間オートミールの生活をしてみて、あの全種類違うレシピで行こうと思ってたんですけど、最初は2日目と3日目のキャメロンディアス風丼みたいなやつはマジで美味しかったから、ちょっと被ってしまったのは申し訳ない。でもああいうのも全部ちょっと具材を変えたりするだけで、なんかもう様変わりするんですよ、オートミールっていうのは。
で、まあ、どんな料理でも多分そうなんですけど、特にオートミールとかは、オートミール自体には味がないの。ここでオートミールの話を少ししますと、なんか友達とかでもね、なんかオートミール、サーチンが食べ、サーチャンって呼ばれてる、サーチンが食べてるから食べたいと思って使ってみたけど、めちゃくちゃまずかったっていう声がめちゃめちゃ多いんですね。で、そういう友達とかにどうやって食べてんのって聞いたら、なんか、オートミールをもうコーンフレーク感覚で食べてみたみたいな感じの人もいて、それはまずいわ。で、オートミールっていうのはそもそも、オートミール自体には味がないから、あれをふやかしたり米化させる、今回のね1から7日目までのあのレシピでもあった通り、お湯とか水とかでふやかした上で食感とかを楽しめるような、なおかつオートミールだけですごい栄養素がいっぱい取れるっていうようなメリットがあるっていうのがオートミールのいいところなんですよ。1日目とか、まあ、今日あの最終日とか、オーバーナイトオーツもそうなんですけど、ああいうプロテインとかを混ぜることでデザート系のご飯にもできるし、また海苔とかをかけて食べてたご飯のように、ああいうなんていうんですか、食事みたいな風にもできるしっていうのがすごいオートミールのいいところで、私ね正直オートミールは朝は結構毎日食べてるっちゃ食べてるんですけど、この企画をせずともね。でもオーバーナイトオーツとかってすごい便通良くなるっていうね話をね以前にも何度もしてるんですけど、オーバーナイトオーツのオートミール以外の具材が便通良くしてるんかなと思いきや、今回この7日間いろんなね食べ方をしてみたものの、毎日便通が良かったわけです。まあ、それはもともとお腹が強いっていうのもあるかもしれないんですけど、多分オートミールの便通を改善する力っていうのは多分結構あるんじゃないかなって私は思うんですよ。まあ、っていうのも食物繊維ですしっていうので、まあ、オートミールはね、あのね食べ方によっちゃね本当に可能性は無限大なんだと思うんですよ。まあ、なのであのオートミールをすごい敬遠してる方とかは、一回ね今回紹介したレシピとかで食べていただけたらなって思うし、ああいう紹介してた海苔とかで味変することでめちゃくちゃ毎日楽しめる、まあ、そんな感じで、まあ、オートミールの良さっていうのは山ほどあるんですけど、まあ、今回の動画でねちょこちょこ登場しました海苔ですね。今回ねこちらの海苔の怖ささんから海苔をね提供していただいて、今回そのオートミールレシピにアレンジと具材として使ったんですけども、マジで美味しかったんですよ。つかめかで使った明太子味の海苔とか、あと青さの味噌汁はマジでほんまにもうあの味噌汁だけを溶いて、そこにあの青さを入れるだけでガチで美味しかったし、その他にもねめっちゃいろんなバター風味の海苔とか、わさびもめっちゃ辛かったんですけど、まあ美味しかったけど辛かった。っていうね、いろんな種類の海苔があるんですね。で、まあ、その海苔がですね、2022年の5月31日まで海苔怖ささんの公式オンラインショップでですね、税込み3240円以上のお買い物をしていただいた際には、クーポンコード小文字でさくらの入力で商品代金より 10% オフで購入できるそうです。こちら概要欄に貼っておくんですけども、今回思ったのは、減量中の人とかにこれプレゼントしようってガチで思った。あの手土産とかプレゼントとかにめちゃめちゃ使えると思いました。もちろんあの海苔が好きな人はもう日常的に食べてほしいくらい美味しい海苔だったので、ぜひおすすめするんですけど、自分じゃそんな高いのはちょっとって思う方はね、ぜひねあのプレゼントとして一回、まあ、食べてみてプレゼントとして使えるって思うと思うので、それをおすすめします。またですね、薬学生トレーニーさくらの公開記念セットっていうなんか海苔のセットを今回なんかご用意していただけるそう で、それをね概要欄に貼ってあるリンクから飛んでいただくと見れると思うので、ぜひチェックしていただきたいんですけど、なんか薬学生トレーニーさくらの海苔セットってなかなかあのよくわからないセットって思っちゃうかもしれないんですけど、とにかくあの公式オンラインの方であるみそうなので、ぜひチェックしてみてください。そんな感じで、今回のオートミール生活の動画は以上になります。オートミールに興味が湧いた方、海苔に興味が湧いた方、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ちょっと海苔、もう髪の毛が海苔みたいになってるね。では、また。